at the chapters.殺しとくんだった。理屈じゃ分かってるさ。でもだからって何の心配もないってわけじゃないだろう。Did the right thing. And everyone's freedom. Ladies and gentlemen, I don't know.
Hey, Kronos, don't do... Kronos, no. Maybe vibing, but don't do that. Yes. Well then, I guess everyone on Wednesday, we're buying a Powerball ticket, Lamar? Guys, Powerball's at 150 billion. Time to cash in, boy.北条、サトシ。
おはよう、諸君。出迎えご苦労であるぞよ。おはよう、ケイちゃん。今朝も飛ばしてるね。うん、飛ばしてるね。ケイチ君、まだお祭り気分が抜けてないのかもしれない。はうん。おいおい、お祭り気分って、そもそも俺ケイチは、ちゃんと僕の演舞見ててくれましたですか？うん、ちゃんと見てたよ。え？あんなにいっぱい拍手してくれてたのに、リカちゃん気づかなかったのかな？Wait, what? ケイちゃんにシオンのやつがちょっかい出してきたのを無視してね。Wait, but then Keishi never went. シオン、黙らなかった。Keishi never came. いい気分。それで、あの射的屋の対決って結局どうなったんですか？Yo, this is creepy. You know what? So creepy, I have to use the restroom. Holy shit. Alright, I'm back. Ah, this is actually getting a little creepy. あれは結局、富竹がビリだったのですよ。みんなで楽しく罰ゲームをしましたです。リカちゃんも実質ビリみたいなもんだったじゃない。あそこで、起死回生の大技でガムをゲットとは、さすがは我が部の部員、見事だったよ。でも、本当にありがとね、ケイチ君。もう、何がだよ。あのでっかいぬいぐるみ、すっごく嬉しかった。大事に枕元に置いてるんだよ。ちゃんと寝る前にお休みのキスしちゃった。バイト。Yo, Keiji is having a panic attack. Keiji, no. ぬいぐるみがどうしたって？どうしたって、ほら、
昨日のお祭りでみんなで頑張って落としたよ。でっかいぬいぐるみ。でっかいぬいぐるみ。なかなか倒せないから額を狙ったり素早く何発も撃ったりしていろいろと試したんだよね。それでケイチ君、鉄砲を何丁もあらかじめ用意して素早く撃ってみせてくれたんだよね。かっこよかった。はう、あの後の飲み会でさ、町内会の会長連中にもケイちゃんの評判すごく良かったんだよ。ケイちゃんの売り工場に惚れたって騒いでたのは子供会の君吉徳造会長だったかな。次の祭りではぜひケイちゃんに何店舗か任せたいって言ってた。徳造はお祭りの実行委員会の模擬店部長さんなのです。ケイチ君って売り子さんの才能があるんだね。きっとバナナのたたき売りとかやったら上手だと思うよ。さっきから何の話だよ。だいたい俺、Keiichi Maivara had appeared. Who is this mysterious Keiichi? Keiichi, just go with it, bro. Keiichi, just go with it. Oh, he's becoming uncanny. Keiichi, please, just don't say anything, for the love of Jesus. Where's the Keiichi that went to go have fun with everyone? Why am I the Keiichi that kills? Yes, thank you, Kronos, for supporting. Love you.
Honestly, Keiichi, in my opinion, just stay cool. Just ride with it, bro, because, like, they're... I don't even know what to say. レナ、何かな。授業中なんだよ。昨日の祭りだけどさ、俺いつ頃みんなと合流したっけ。え、来れないって言ってたんだよね。みーちゃんの家にそう電話したんでしょ。 Well, that's true. Yeah, that is right. さとこちゃんを誘ってあげようっていうのは、みんなでお祭りの準備をしてた時に決めたんだよ。少しでもおじさんの姿の見えないところに連れ出してあげようと思って。それでみんなでレナとミーちゃんとリカちゃんでサトコちゃんの家に行って、サトコちゃんを連れ出して。サトコちゃんのおじさん、すっごく意地悪そうな人だった。俺はそのいつ合流したんだ。そんなことも忘れちゃってるの、ケイチくん。だから祭りの前の日はよく寝た方がいいよって言ったのに。だから俺はいつ合流したんだよ。境内でだよ。ひょっこりとリカちゃんと話してたじゃない。うん。巫女さん姿のリカちゃんと楽しそうに話してた。それで、レナも加わって、あう、Why does Keiichi not get that they're covering for him like 20,000-fold? Covering for this man for his sins? 用事か何かがあったんじゃないって私が聞いたらさ、ケイちゃん、胸を叩きながら自分で言ったじゃないのよ。用事なんかより祭りで大暴れする方が大切だぜって。ケイチとですか。ああ、リカちゃんはミオンたちが来る前から俺と話してたんだろ。いつ俺に会ったんだ。いつどこでだよ。
ケイチが何を聞きたいのかわからないのです。俺昨日寝不足で半分頭がぼーっとなっててさ、何も覚えてないんだよ。ケイチと会ったのは集会所から村長さんたちと出てきた時なのです。ケイチは西御殿の扉の前にいましたのですよ。え、何？西御殿？村長さんがそこは神聖な場所だから乱れに近寄ってはならぬと怒りましたですよ。圭一、それも忘れてしまいましたですか？
それでは今日はこれで終わりです。皆さん、寄り道をしないでちゃんとお家へ帰るんですよ。院長、号令。起立。気をつけ。礼。何ですの？私ちゃんと水やり当番もやりましたし、プリントだってちゃんと。なあみんな、あのさ、今日はその久しぶりにやらないか、部活。私は構わないけど、さとこがいいならね。なあさとこ、久々にどうだよ、パーッとさ。そのお気持ちは嬉しいでございますけど、さとこもさ、連日息が詰まるような生活をずっと続けててさ、もう窒息寸前だろ。そんなのは心にも体にも悪いだけだぜ。やっぱりたまにはパーッと弾けなきゃな。放っておいてくださいまし。私だってそりゃ部活がまたやれたらと思っていますわよ。みんなで遊んだ方が楽しいのは佐藤だってよく知ってるだろ。俺たちは仲間だぜ。みんなで一緒に過ごすようにできてるんだよ。佐藤だって昨日みんなでお祭りで騒いで楽しかったろ。 Brother, why would you… ケイツさん、何を言ってますの？私がお祭りで楽しく、いつ遊んだって言うんですの？楽しく遊んだのは、ケイチさんだけじゃありませんの。え？Wait, that doesn't make sense. Wait. Something's wrong. Something's not right here. If Satoko didn't go to the festival, but then the uncle left to do the thing and got murdered, then they're saying they failed to... Oh, boy. Satoko-chan, 途中で帰っちゃったの。神社には行かなかった。どうして？おじが家で待ってるのに、一人だけ遊んでると悪いって言って。神社の直前で私たちも引き止めたんだよ。今日はおじさん公認だからちゃんと遊んでも怒られないんだよって。ケイチさんはいいですわね。みんな
なで楽しくお祭り一夜を過ごせて。聞けば大層盛り上がって大活躍だったそうじゃないですの。お羨ましいことですわ。私には養わなければならない叔父がいますの。圭一さんみたいにご両親にのんびり養ってもらってる人とはわけが違いますですのよ。さとこ、楽しくお祭りが過ごせてよかったですわね。私の分まで楽しく過ごせて本当におよろしかったですこと。私だって部活がしたいですわ。みんなで楽しく大騒ぎして楽しくて楽しくて。でも今の私、そんなの、そんなの、帰ってこないんだろ、あいつは。帰ってこないって誰がですの。ゆうべは帰らなかったんだろ。お前のおじは。何を言ってますの、圭一さんは。あいつがいついなくなったって言うんですの？いつ？いつ？落ち着けよ。だって昨日あいつは帰ってこなかったろ。圭一さんが何を言ってるのか全然わかりませんでしたよ。佐藤こそ何を言ってんだよ。だってあの男は。あいつ、え？いる？今朝だって朝ごはんの時起こせって言われたから起こしたのに怒られた。起こさなかったらまた怒るように起こしても怒られた。さとこ、part that I extremely do not like about. Oh boy, it's real bad. Oh wait, did you? ねえ、けいちゃん。Oh, did you miss the last VOD, Coda? Dude, no, like, this is the most capped part about this route. We just don't fuck.
さとこのおじさんが帰ってこないって。何？レナも聞いたよ。Keiichi, run. Satoko ちゃんのおじさんが帰ってこないって。Keiichi, run. About two legs. どうして？なんで帰ってこないの？おかしいよね。だって、今朝もちゃんとさとこちゃんのおじさんはいるんだよ。なのに、なんで帰ってこないなんて言うのかな。I mean, この… I don't think he's ever technically… ケイちゃん、言ってることがさっきから変。ケイちゃんは、さとこのおじさんがいると、何か都合が悪いことでもあるわけ？お前らこそ何を言ってるんだ？さとこのおじさんがいない方がいいに決まってるだろうが！うん。それはもちろんいない方がいいよね。よね。サトコのおじは確かに嫌なやつだよね。私もいなくなった方がいいやつだと思うよ。でもさ、いるわけだし、仕方ないじゃない。仕方ないって。そりゃ仕方ないけど、でもそれじゃサトコが。仕方がなければどうするのかな。それは放っておきなよ。そのうち解決しちゃうと思うしさ。さとこちゃんがおじさんがいるって言ってるんだからいる。ちゃんと昨日もいたし、今朝もいる。そうならそうでいいんじゃないかな。かな。Hey, you just go home, dude. Go home. I'm going home, bros.帰ろうよ、ケイちゃん。帰ったらね、今日は久しぶりにレナ、宝探しに行くつもりなんだ。みーちゃんも来るんだよ。ケイちゃんも一緒に行こう。That's sussy. Do not go. もちろん拒否権はないからね。あっ、ケイチ、run! They run, bro! The dude! Girl's gotta run!Oh, dude, Keiichi got arrested. Hi-ho. Hi-ho. The insane night was continuing into the date. 何？どうしたの、ケイちゃん。急に立ち止まったりして。あ、ごめん。なんでもないよ。
圭一くん。お家で待っててね。レナ、すぐに迎えに行くから。And Mia never comes along for the trash. Yeah, this is crazy. あ、レナ、俺、実はちょっと、用事があるんだ。用事？何の？何のって、用事だよ、用事。用事なら、なんでみーちゃんがいるうちに行ってくれなかったの？みーちゃんとは、ダム現場で待ち合わせって言って別れちゃった後なのに。ごめん。ちょっとその、言い出すタイミングを逃しちゃって。本当に？俺、頭が痛いんだ。風邪かもしれない。だから、病院に行って、薬をもらってきたいんだよ。本当に？なら仕方ないね。診療所に行くなら早く行った方がいいと思うよ。あそこたまに早く閉まるから。ありがとう。そうするよ。必ず行くんだよ、病院。行くよ。本当に行くんだよ。行く。ああ、ちゃんと行くよ。なんなら明日病院のレシートを持って行ってもいい？それいいね。必ずもらっておいてね。レナ、明日見るから。Bro had to bring a receipt. Needs receipts with these women. God, that's crazy.O'Brien, what up? Oi, 前原圭一。ここはどこなんだ？
What if the bat was still there?Dude, Schrodinger's bat. It's there, he's gone crazy. If it's not there, world's gone crazy. Dude, if Keiichi got a random, then like, who was the Keiichi that went to the festival? My head, bro. Am I saying, bro? 前原圭一さん、イレイ、診察室へお入りください。Raise the clown. イレイ in his official outfit. ここでお会いするのは初めてですね。監督、監督って。お医者さんだったんですか？No, corpse walkers, no. 一応お医者さんなんかやっています。お医者さんはいいですよ。若いすべすべなお肌を見放題の触り放題。 Yo, E-Ray, chill.怪しい宇宙車で自由を奪って私だけの専属メイドに。ありがとうございました。イーレイ、ブラザー。今のを見てただけで風邪が治りました。失礼します。ペコリ。わったったった。前原さん。At least in this crazy world.A coach Ire-san is doing. 冗談です。さささ、座って診察させてください。聴診器を当てますから、前原さんのすべすべのお胸を見せてください。風邪ではないようですね。むしろ全身の擦り傷や切り傷の方が痛々しいくらいです。ひょっとして半袖半ズボンで
藪の中に入って遊びましたか？切り傷から破傷風菌が入った可能性もないとは言えませんし。昨日のお祭りではしゃぎすぎましたね。若いというのはいいことです。監督も言ったんですよね、お祭り。ええ、もちろんですよ。私こう見えても綿流しの実行委員会の役員ですからね。俺に会いましたか？実は私、本部テントでずっと会長さんたちとお酒を飲んでたんで、全然お祭りは見て回ってないんですよ。前原さんには会ってないと思います。そうですか。変わった質問をしましたね。ひょっとして今日寝不足ですか？いけませんよ。成長期はよく食べよく寝て育つんですから。あの、こんな話きっと変だと思うんですけど、笑わないで聞いてほしいんです。ねえ、どうぞ。思春期のシャイな悩み大いに歓迎ですよ。俺とうり二つな人間がいるなんてありえますか？迷信ですが、世界には自分と全く同じ顔をした人があと二人いるなんて話を聞いたことがありますね。いるならぜひお会いしてみたいものですが。あと、おとぎ話にも自分の分身が登場する話がいろいろありますよ。ドイツのおとぎ話に出てくるドッペルのお化けなどは有名です。ドッペルのお化け？ええ、自分の姿にうり二つなんだそうです。不幸の前触れなんだそうで、これに会ってしまうと近いうちに死んでしまうみたいな話らしいですよ。そのお化けが雛見沢に出るなんて話はありますか？ええ？さて、どうでしょう？すみません、そのちょっと真面目な話のつもりだったんで。いえ、こっちこそ笑ってすみませんでした。何か気になることでもおありですか？俺、昨日はお祭りに行っていないんです。そうでしたか。お祭りは来年もあります。その時また。そうじゃなくて、俺は祭りに行っていないのに、みんなが言うには俺は祭りにいたらしいんですよ。こんなことってあるんですか？Coach Serious. お話を整理しますね。Yo, wait, yo, new coach face? Wait, this is a new coach face? Yeah.Yo, we got the sussed coach, finally. Sussed out coach. We got the in the pocket. He is sussed out. Oh, dude, that one's lame. Oh, where's the rolled up sleeves? Where's his, like, professional man?
つまり前原くんは綿流しのお祭りに行ったけど、その記憶がないということですか？違うんです監督、俺は本当に祭りに行っていないんです。気を悪くしないでくださいよ前原さん。前原さんにはこれまでに気づいたら見知らぬ場所にいたとか、そういう記憶の欠落を経験されたことがありますか？ないです。それに記憶を失ったとかそういうのじゃない。だってその祭りの時間には別の用事を確かにやっていましたから、寝てて意識がなかったとかそういうのじゃありません。その用事は間違いなく、大変失礼ですが何かの思い込みでなく。間違いありません。完全にはっきりとした記憶、いや事実です。お祭りの時間に神社にいなくてよそで別の用事をしていた、それをはっきりした形で証明できますか？少し横になりましょうか。心を落ち着けて楽にしましょう。別に横になりに来たわけじゃありません。遠慮します。少し神経に高ぶりがあるようです。鎮静剤を注射して少し目をつむってみませんか？それで。俺は異常者じゃない！気に触ったなら謝ります。ですからどうか落ち着いて。俺は絶対に祭りには行っていない。それは本当に間違いないんです。分かってます、分かってますから、どうか落ち着いて深呼吸を。あんたは全然分かっていない。分かっていますよ前原さん。あなたは昨日はお祭りに来なかった。そうですよね。私は信じます、信じますよ。 Won't lie, Keiichi, no. Writing in German. Oh, based. あの時間に何をしていたか全部話さないと信じませんか？いいえ、信じますから。どうか座ってください。俺が祭りの会場にいることはありえない。なぜならその時間に俺は。里子の王子を殺していたからです。あなたが里子ちゃんのおじさんを？はい、俺が昨日の夜殺しました。
どうしてそんなことを。いえ、それは愚問ですね。サトコを救う最も直接的な方法だと考えるに至り実行しました。後悔はわずかもありません。そうですか。だから俺は祭りの会場にいるわけがないんです。その体中の傷はその時に。そうです。里子の家を少し行ったところに林道がありますよね。あそこで襲い逃げるあいつを追い町に至る一本道で殺すに至りました。それは本当に。本当です。サトシのバットで殴り殺しました。そのバットはあいつが乗ってきたバイクと一緒に沼に捨てました。死体は殺した場所に穴を掘り埋めました。すべて自分が一人でやりました。サトコちゃんの叔父はバイクで通りかかったんですね。ではあなたはそれを期待して延々と待ち伏せを。あいつが家から出ないことは想定していました。だから電話で適当な嘘を喋ってあいつが出かけるように仕向けました。電話で呼び出した。でもあなたの家とサトコちゃんの家は離れています。電話をしてからではとても待ち伏せに間に合わないのでは。襲撃予定場所から最も近い電話として学校の電話を使いました。でも前原さん、当日は日曜日です。学校には施錠がされていて入れないのでは。偶然その時営林署の人が中に出入りしたんです。その隙に入りました。 Wait, maybe he came... Oh, did he kill anyone at all?信じましょう。あなたが昨日したことは夢とは思えない。これでもまだ俺が記憶をなくして祭り会場に行ったと思いますか？でもクラスのみんなが昨日確かに俺が祭りにいたと言います。そんなことがありえるでしょうか？あるわけがない。きっとクラスの皆さんはあなたによく似た誰かとあなたを見間違えたのでしょう。それに集団心理が働いて皆さんはあなたがお祭りにいたと錯覚してしまっているに違いありません。罪の意識はあるんですか？ありません。あいつのいなかった平穏な時間を取り戻すために行いました。だから俺はあいつを殺したことなんかさっさと忘れてこれまで通りに生活するつもりです。あいつが現れる前、サトコがいつも見せてくれたあの笑顔が戻った時、ようやく全ては終わります。犯行を誰かに目撃されたということは？ないと思います。目撃されてればもうとっくに逮捕されてるでしょうから。私は医者です。人の命を救う職にあります。だから私から
人間の命を奪うことを肯定する旨の発言はできません。だから私はあなたにこう言います。 Yo, Yure came real close. さとこちゃんも救ってくれてありがとう。 Yo, Yure a home. The only man that, oh man, he's like, dude, you're a real one, Keiichi. You're a real man. Keiichi starts crying. The two men just cried. でも、おかしいんです。おかしいとは。確かに殺したはずなのに、あの男は生きて家に帰ったらしいんです。状況にもよりますが、気絶や仮死状態など、素人が見ると死んだようにしか見えない状態もいくつかあります。その可能性は？脈を取ったわけではありませんが、確実に仕留めたと思います。前原さんが襲った時の状況を再現してもらってもいいですか？ Bro didn't kill him all the way.そしてあいつが足を取られてよろめいた時、脳天にこう叩きつけました。その時これまでとは違った手応えがありました。頭蓋骨が割れたんだと思いました。そして死んだかどうか自信が持てなかったので、倒れた後も何度か殴りつけました。その時の反応は？はじめは殴るたびに体が跳ねるような感じがありましたが、やがてそれもなくなり、何の反応もなくなりました。死んでいます。ほぼ間違いなく。それは仮死状態ではなく？前原さんの話からだけではなかなか判断がつきませんが、ほぼ確実だと思います。それに前原さんは死体を泥の中に埋め、結構な時間をかけて埋めていますよね。仮に30分で埋めたとして、その男は30分間も泥水に沈められていたことになります。それだけの時間、呼吸が止められたら確実に脳死します。殴った強さ以前に埋める過程で確実に絶命したと。そういうことです。30分間泥に埋められていて生きていられる人などありえません。ありえないですよね。でも里子は生きてると。前原さん、これはとても恐ろしい想像なのですが、前原さんが殺した相手が、おじでなく別人である可能性は？え？そんなはずはない。だってほら、監督と一緒に佐藤の家の前で酒瓶の袋を運んだ時、窓から顔を出した男がいたじゃないですか。あいつですよね。佐藤のおじは？ええ、間違いありませんよ。あの男です。実はもう一人おじがいるなんてことは聞いたことがありません。あの男だけです。あいつの特徴を教えてもらえますか？まず身長がですね、175、もう少しあるかもしれません。
もっとこう絶対にあいつだと識別できる特徴はありませんか？そういえば私は見たことありませんが、さとこちゃんが昔背中に虎だかなんだかの入れ墨があるなんて言っていたような気がします。入れ墨？どういうことなのでしょう。前原さんはお祭りには行かず、さとこちゃんのおじさんを殺していたにもかかわらず、お祭りにはあなたがいて、そして殺したはずのおじさんも生きている。何が何だかさっぱりわからないです。そうやって整理して言うと、まるで俺が悪い夢を見ていて、実は殺人なんて存在しなかったんじゃないかと思えてしまう。でも事実なんです。この手でバットでガツンガツンと殴ったあの感触は絶対に夢や幻なんかじゃないんです。ちょっとこの話もう少し真剣にやりましょう。ちょっと失礼して紅茶でも入れてきてあげます。診療所も終わりの時間ですからね。ジムの方とかも返してあげないと。He cried with me. He was the only man that had my back. Uh-oh.Okay, G. 紅茶ですね。用意します。睡眠導入剤を入れて、種類は任せます。味はミルクと砂糖でごまかしてください。急激な眠気に不信感を抱く可能性もあります。興奮状態に陥って暴れ出す可能性も。その場合は取り押さえましょう。男性スタッフはまだ何人か残ってますか？山犬が一人、それに私たちを含めて One mountain dog. A mountain dog? Not a military unit? Oh, bro, no. 作り話か虚言の兆候があり、特に昨日の記憶が完全に混乱、虚実の区別の喪失。Damn. 多重人格等の精神障害に酷似しています。Oh, damn. Multiple personality disorder. こんな急激な精神障害の発症は、
普通では考えられません。あるいは先天的、もしくは引っ越し前からそういう兆候があったのか。引っ越し前に精神科に通院例がないか調べたいところです。とにかく前原さんには穏便にお休みいただきます。前原さんのご両親にも連絡しておいた方が良いですね。何と言えばいいか言葉が思いつきませんが、彼の自宅の電話番号を調べてください。Oh no. No, he got betrayed. Keiji, the worst kind of NTR. Your dude, your bros.入江先生、大変です。高野さんが見つかりました。Found Takano. 高野さんが一体どこに。それが山中で焼死体で発見されたらしく。死んだ高野さんがですか。 No, Takano さん。ことですか。それは事故ですか。県警の発表では他殺の可能性が極めて高いと。リサさんが死に、高野さんが死に、一体ひなみざおに何を起こっているというんですか。まさかこれが今年の親父様のたたりだなんて言うんじゃないでしょうね。Oh my god, he's like, yes, it's meYoshiro-sama's soldier. Yes. では、とりあえず紅茶の準備を。紅茶は私が持って入ります。私以外には彼は心を許さないようですからね。入江先生。ああ、いらっしゃいましたか。お電話です。今ちょっと忙しいので後でかけ直すと伝えてください。誰からです。沖ノ宮警察の大石様ですけど。大石 is calling。 悪いタイミングですね。出ます、出ます。
Yo, bro, he's like Trace awning. Dude, the silence of a shadow. Dude, really, Keiichi is like edging up. Oh my god. They were crying. I don't want it.急ごう。
こんなおかしな世界があり得てたまるかよ。あんたは誰だ。俺がこっちの世界に来てからずっとついてくるな。こんばんは。月のきれいな晩ですね。おいし。目上の人にはその後に3もつけるとなおよろしいかと思いますよ。そうでないと大人になってからいろいろと苦労します。どうぞ、私たちのことは気にしないでください。森の木立だとでも思って。そうです、私たちのことは気にされず、どうぞ穴掘りをお続けになってください。こんな時間にこんな土砂降りの中でそんなにも真剣にやっているんですからね、邪魔なんかしませんよ。心ゆくまで掘っちゃってください。
ほら、続きをどうぞ。続きを。手が休んでますよ。あっ！ちゃっちゃと掘っちゃってくださいよ。雨の中で待たされる方の身にもなってほしいもんです。くそ、そんなに雨が嫌なら帰ればいいだろう。口より先に手を動かしてください。口と手を一緒に動かすのは落語家だけねえ。いつまで掘ればいいんだよ。最近の若い人は体力がありませんね。おい、前原圭一さん、あなたの趣味は雨の夜の穴掘りですかな。今日は大雨ですから、これ以上いくら濡れても全然わかりませんね。Yep. もう一回聞きますよ。あなたの趣味は雨の夜の穴掘りですかな。そんな趣味のやつ、いるもんか。あの穴を掘ると何が出てくるんですかな。私、花坂じいさんのここ掘れワンワンってのが昔から憧れでしてね。あそこにどんな宝物が埋まってるんですかね。私にちょっとだけでも教えてくれませんか。
反抗的な目つきですね。これを機に少しそのあたりをお勉強してしまいましょうか。今は平和な時代ですがね、私があなたくらいだった頃は何でも鉄拳制裁が普通でして。おいさ、はいはい、何でしょうか。これを見てください。何ですかこりゃ。多分古い排水管ではないかと。あそこの用水路につながっているようです。ぶっ壊しちゃいましょうか。どうせ使ってない缶でしょ。大石さん、もうかなり手応えが硬いです。これより深くってことはありえないと思います。掘る場所を間違えました。いえ、初めのうちは明らかに掘り返す感触でした。ですがこのくらいを掘った頃から急に硬くなりまして、多分もともと掘った穴よりも深く掘り進んだのだと思います。じゃあつまり何ですか。ここには穴があって何もなく、ただそのまま埋め直されたと皆さんそうおっしゃるわけで。こりゃ参ったな。ねえ前原さん、
And it seems things just... I think we're almost done. That...